再度動画削除を食らいますと、このメインチャンネルは永久削除となりますので、こちらのサブチャンネルのご登録をお願いいたします。今話題の画像や映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。ペットの犬猫登録に300円、マイクロチップ装着義務化で環境省。おぼろげながら浮かんできた巨大利権の誕生です。打たない人は打たない人でいいと思うから、なんか結構そのどっちかの意見の人がどっちかにそのなんか自分の価値観を押し付けてるイメージは結構あって、なんかそれを自分たちが決めればいいんじゃないって感じ。俺はただ打たないだけ。ずれてるーと思いきやずっぽし入ってた。呼吸できてる？最近の主要なアンケートをまとめていただいています。田村敦アンケート、投票総数405107票、高市早苗 57%、 ヤフーアンケート投票総数235005票、高市早苗 49.1%。 そしてあのひろゆきさんもアンケート開始、ところがなかなかここまでたどり着けないので、こちらの概要欄の URL より皆さんも投票どうぞ。こちらはかつての人気ドラマフレンズの一コマ、ニューヨークのツインタワーが映っています。そしてそのツインタワーが間もなくエンドとなることを示唆していました。高市氏、携帯の待ち受けにしているのに、吉木さんの河野氏応援にもうショック。確かに高市さん XJAPAN の名曲を熱唱してましたからね。日刊現代デジタル、河野太郎氏が総裁選急ブレーキの墓穴と誤算、ネットでバッシング激化し討論会では集中砲火。2回目の接種を受けて2週間後くらいから安全に近くなるそうです。油断禁物と元気そうにツイートされていました。7月のことです。ところがデイリーによると、九死の風間るみさん、体調不良を訴えていた。突然目がクラクラ、1週間で体重3キロ減。熱中していることは何ですか？ブルーハーツ。ブルーハーツが好きなの？うん。一つ歌ってもいい？お父さんお願いします。じゃあ、リンダリンダ。はい、どうぞ。ドブネズミみたいに。写真には写らない美しさがあるから、みんないいな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 、もしも僕がいつも Thank you.